はい、今回は、NHK 杯の、2回戦から、羽根直樹九段対、横塚力七段の碁を紹介したいと思います。はい、それではお願いします。羽根さんの黒番です。はい、この時にね、一間締まりですね。はい、そうですね。まあ大抵のね、今の棋士はね、こうかけてしまうのがね、多いんですけどね。はい、まあ羽根さんはね、まあこういう形、まあ結構ね、白も好きなので、こうとかこうとかね。はい、好きなので、まあ、打ちませんでしたね。はい、それと、羽根さんはね、打つんだったら、小ゲイマ締まりとかがね、多いんですけど、はい、今回は一間にされましたね。はい。ここは突き引いて。はい。はい、ここで、かけましたね。はい、まあ、最近はこうね、挟み返すっていう手がね、あまり打たれなくなってしまいましたね。はい、まあこれはちょっとね、この時にちょっと位置がね、まだ急がないところに打ってるっていうね、ような意味もあるので、はい、あまりね、AI は示さないんですね。非常に難しいところですけどね、人間的には。はい、ここで桂馬にしましたね。はい、昔はね、昔というか、まあ一間飛びが一番多いんですけど、これだと押しとかも効いたり、つける味とかもあるので、まあ、結構ね、黒もさばきやすいということで、これでもね、多分黒はどこか手を抜いて、大場に打つ、ことになったりしますね。はい。はい、ここで打ち込んでいきましたね。はい、羽根さんはあまりこういうことしないタイプかなと思うんですけど、はい、激しくね、打ち込んでいきました。はい、まあ、主張がいいので、こういうとこつけていくのがね、一番、打つんじゃないでしょうかね。はい、この局面では。例えばですけど、一例だとこういうような感じで、はい、このような感じで打っていって、はい、こういうのも一局かなと思いますね。はい。そうですね。まあ、実戦打ち込んでいきましたね。まあ、これぐらいっていう感じもあるんですけどね。これで受けさせて、はい、それで大場に打つと。はい、そういうのもね、ゆったりしていて、はい、まあ悪くないと思うんですけどね。はい、でこの時一間ですね。はい、まあ、こういうね、渋い手が結構 AI もね、評価に上がってくると思うんでね。はい、こういう手は早かったですよね。はい、はい、で黒も型をついて、はい、で、はい、出切りまして、はい、この時にここにつけた手がね、感触のいい手で、はい、これはまあ見た瞬間ね、ああ、いい手だなっていう、思いましたね。はい、これはちょっとこのような感じで、まあ、抵抗しにくいんですよね。こういうような感じだと、こうやってこれが取られてしまいますんで、この石を捨て石にして、本体がこちらを狙ってるんですね。はい、ですからちょっと抵抗できなくって、このように打って、はい。はい、で伸びきることができて、はい、これは、感触的には、白がいいかなと思いますね。はい、でここで苦心のつけたんですけどね。まあつなぎぐらいで、ここのね、ところを強く打つのもありそうでしたかね。まあ、仮にこんな感じで打って、こういうのとね、実戦がどっちが良かったかね。はい、実戦はつけまして、はい、まあ、ただでさえ戻りたいとこなんでね、こういうところ。はい、はい、で、そうですね、実戦はこのように封鎖されてしまったんで、これちょっと痛かったですよね。まあ、ですから伸びぐらい決めておいた方がちょっと良かったんじゃないかなと。はい、まあ、竹歩ぐらいが普通ですから。そしてこうやってでやってるほかまだちょっと、良かったような気もするんですけど、はい、でも依然としてちょっとね、嫌な格好ですね、黒はね。はい。 まあでも、このように封鎖することができて、はい、これはやっぱり白不満ないかなと思いますね。はい、こう付け切りがまたね、さばきの手筋で、まあ、これこのように打ってしまうと、まあ
こちら、まあ、こちらかこちらか、このような感じでね、はい、まあ、さばいてしまおうという手で、はい、非常にいい手になりますのでね、はい、まあ、黒は、このようにね、頑張っていきました。はい、で、白も脱出して、はい、その時また、ここ、つけた手がね、また冴えた手でね、良さそうな手でしたね。はい、実戦はこうやってね、ちょっと意外な手だったんですけど、まあ、伸びるとどうするんでしょうね。またこういうとこつけるかもしれませんし、ちょっとこういうのだとこうね、なりまして、まあ結構簡単にこう渡れて、まあ一例ですけどね、渡れてしまうと。まあどうするか分かりませんけどね。まあここは一つの筋ですね。あとこのような感じでもう頑張って来られる手を心配したのかもしれませんし、こう攻め合い、コスミつけてね、ここの攻め合いがねっていう手を心配したのかもしれません。はい、実戦はここにね、駆けつけました。はい、一回伸びを打ってから、これを決めて跳ねまして、はい、これね、先手で渡ってここに打ててはね、真っ白、成功でしょうね。あと、これをこう当てて、もうね、まだ逃げる余地はあるんですよね。抜きのこうとか。これが一見これでダメなような気もするんですけど、まあ、こうやればこうですよね。はい。これがこうなって、当たりのこうなって、これちょうどね、つながってるんで、一応まだね、1の狙いはあるんですけど、まあ、形勢はね、いいのでね、やりませんでしたね。難しくなる感じがありますんでね、やりませんでしたね。これどっかでね、当たりされる前に切り打っとけばね、またこれは絶対につなぎになったので、ちょっと違った展開になったかなと思うんですけどね。はい、これは、はい、まあ、白がね、うまくかわしましたね。はい、ここもね、まあ、生かして、はい、十分な打ち方をされてます。まあ、黒はね、何かしたいんですけどね。はい、ここでね、下がりがまた、今ここ打つのはね、非常に全局をね、見て行き届いてるなって感じですよね。まあ、こういうとこも大きいんですけど、こう角からね、はい、こう打たれてしまうと、はい、1、2、3、4、5、6、これ6目ぐらいの手なんですよね。6目のね、地になってしまいます。はい、で、これ、まあ一応受けておけば、まあこれがこうなりますからね。1、2、3、4、5、6、7、9、10、11、12、13、14、15、まあ約、まあ約20目、受ければ15目でね、減らされると6目なんで、10目の手で、逆寄せでね、これ20目ぐらいの手なんですね。はい、ですから逆寄せ20目なんでね、今受けざるを得なかったんですね、黒もね。はい、ということでこの下がりは非常に機敏な一手でしたね。はい、で、まあこれ取りに行くのこういうような感じの手になってしまうんですけど、これはまあ最低でもこのようなね、コウに粘る手もありますし、ちょっと黒はね、手に負えないですね。はい、で受けまして、はい、まあ、白はあとは手厚くね、局面を、まとめていけばいいかなって感じです。はい、ここでまあ飛んでね、ちょっと出切りを許したんですけど、まあ分かりやすくね、何か伸びを打ってからでもね、全然大丈夫だ、良かったと思うんですけどね。はい、ちょっとこの辺りで少しね、まあ、黒もね、勝負形っていうかね、一応勝負形にはしたんですけど、またこの当たりをね、打たないところがね、先まで読んでてね、これダメを詰めてしまいますんでね、もしかしたらね、打たない方がいいっていうことになるかもしれませんのでね。はい、このようにコスミがね、非常に読み切った手でね、素晴らしかったですね。はい、これで、
投了となりましたね。これは最後、まあどうなるんでしょうね。つなぐとこうやって、まあ見た目はね、もう黒まずいかなっていう感じなんですけど、これとかでいいのかな？これに、これにこうなって、はい、こんな感じでいいですかね。はい。で、まあここつなぐのは、まあなんとなくこうやってこうなって、これでまあおそらく攻め合いがね、勝つんじゃないかなと。はい。まあそんな、こんな感じでね。はい。まあどちらにしても行って、白は勝ちということでね。はい。非常にここの読みもね、正確でしたね。はい。これコスミではね、一瞬こうつけたくなるんですけど、まあこれでもいいのかもしれませんけど、まあここの具合とかがあるんでね、ちょっとやっぱり間違うと大変ですね。はい。ということで、これがね、非常に読みが正確で、はい、素晴らしい、決め手となりました。はい、ということでね、はい、一力さんの非常に、強さが、目立った一局だったんじゃないかなと思います。はい、じゃあそれではこの辺りで終わりにしたいと思います。はい、それでは失礼します。